皆さん、こんにちは。相田相談員です。早速なんですが、今回は、離婚をめぐる住宅ローンのトラブル、感染についてお話をしたいと思います。離婚してしまえば、パートナーとは縁が切れるからすっきりという人がいます。でも、ちょっと待ってくださいね。確かに離婚すれば、あなたとパートナーとの契約関係は切れますが、離婚しても何も変わらないものがあります。それは住宅ローンの契約です。なぜなら、住宅ローンはあなたとパートナーが契約したものではなく、銀行と契約したものだからです。ですから、離婚の際、自宅の名義や住宅ローンのことなど何も考えずに、自宅のことを取り決めしてしまうと、予期せぬトラブルが起きます。ここでは、離婚の際、住宅ローンをめぐって、起こるトラブルのうち、代表的なものを3つほど紹介したいなと思います。まずは1つ目。連帯保証人になっていることを後になって知って青ざめた。これは自宅の名義も、ローンの名義も、夫の場合によく起こるトラブルです。このケースの場合、妻が出て行って、住宅ローンの名義人である夫がそのまま住み続けるなら、特に問題はありません。でも、ここで問題となるのは、連帯保証人や連帯債務者など、妻がその住宅ローンの一部を負担していた場合です。夫の名義になっているからと言って、そのまま何もせずにいたら、夫が住宅ローンを払えなくなって、突然、妻のところへ銀行から連絡があって、初めて自分が連帯保証人になっていることを知った。で、青ざめたといったトラブルがよく起こります。連帯保証人から外れることを銀行はなかなか承知してくれません。もし、あなたが家を出ていくなら、住宅ローンの名義や、あなたが連帯保証人になっているかどうかをきちんと住宅ローンの契約書で確認しておきましょう。では、二つ目です。自宅が競売になってしまい、強制的に追い出された
これは自宅の名義も、ローンの名義も、夫の場合で、妻がその家に住み続ける場合によく起こるトラブルです。夫が出て行って、妻と子供がそのお家に住み続け、養育費の代わりに夫がその住宅ローンを払い続けるといったケースがよくあります。これは最も危険なケースです。なぜなら、夫がずっとその住宅ローンを払い続けてくれる保証はどこにもないからです。もしかしたら新しいパートナーができるかもしれませんし、病気や怪我など住宅ローンを払えなくなってしまうこともあるでしょう。そうなってしまったら、あなたとお子さんが住む、そのお家は、差し押さえとなって、競売になってしまいます。競売になってしまったら、あなたは強制的にそのお家を追い出されてしまうので、もしあなたがこの家に住み続けるならば、夫が住宅ローンを払えなくなった時の対応策をきちんと練っておく必要があります。では、三つ目。自宅を処分しようと思ったら、共有相手が全く知らない人だった。これは、自宅が共有名義で住宅ローンを利用していた場合によく起こるトラブルです。ローンがあった自宅が共有名義の場合、離婚したからといって名義変更することができません。だからといって名義をずっとそのままにしておくと、もし自宅を処分しようと思ってもパートナーと連絡が取れなくなっていたり、実はそのパートナーはすでにお亡くなりになっていて、共有相手が再婚相手の奥さんとそのお子さんだったなんてことがよく起こります。この場合、たとえローンの返済が終わっていても、奥さんとそのお子さんの同意が取れない限り、あなたは自宅を処分することができません。自宅が共有名義の場合、必ず事前に対策を練っておく必要があります。このように離婚する際、何も確認せずに自宅をどうするかを決めてしまうと、たくさんの問題やトラブルが起こります。ですから、離婚する際には自宅や住宅ローンの名義がどうなっているか、また
自宅がいくらくらいで、など、住宅ローンの残債はどのくらい、など、よく確認し、それぞれに応じた対策を十二分に検討しておく必要があるのです。もし疑問点や不安点がありましたら、必ず専門家に相談することをお勧めします。私たち家や不動産では、離婚とおうち、住宅ローン返済についてご相談を受け付けておりますし、私、相田相談員が真摯に対応しておりますので、ご安心いただければと思います。ご相談に関しては、完全無料で行っておりますし、秘密厳守でやらせていただいております。お気軽にご相談ください。皆様からのご連絡、お待ちしております。そして最後に、この動画がよろしければ、チャンネル登録とグッドボタン、よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。